ザクス、夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。瞳の奥、ソルジャークラスファーストジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。準備が整い次第すぐに出発だ。綺麗顔瞳。八番街はタークスの担当だぞと。じゃあゾン、ジャックス、後でね。アンジールのお袋さん、もしかして子犬のジャックス。また一緒か。よろしくね。よろしく。ジェネシス、脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。アンジールから何か。実家にも連絡はないそうだ。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと。なんてことするんだ。おい、プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。俺もソルジャーだったらな。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。今取り込み中なんだ。後で電話する。しなくていいから。分かった、会いに行く。待ってる。あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。ジェネシス。果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。いざ語り継が。君の犠牲、世界の終わり。俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。何が起こってる。敵は誰だ。なことはどうでもいいんだよ。お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバサイド、約束の地へ行こう母さん。セフィロス、なぜ村人たちを殺した。答えろセフィロス。みんな、んななあクラウド、俺ミッドガルへ行かなくちゃ。